クロチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。鳴島フレンドの鈴木純です。毎週鳴島フレンドがおすすめするパーツやグッズを紹介するこのコーナー、今週の紹介するグッズはこちらになります。軽量ウィンドブレーカー、こちらの紹介をしたいと思います。現在軽量ウィンドブレーカー各社出してますが、このスポーツフルのホットパックジャケット、これがですね、コンパクトウィンドブレーカーの先駆け的な存在なんです。デザイン性なんですけれど、非常にシンプルなんですが、赤いワンポイントを使ったり、結構おしゃれにできてるかなと。次に収納性、背中の袋にしまい込むとサイクルジャージのポケットに難なく収まるサイズなので、非常にコンパクトで、そして軽いと、ポケットに入れても気にならない重さじゃないかなと。軽くて小さいということなしだと思います。そしてもう一つ、立体裁断、非常に優れていて、着てもらうと分かるんですけれど、特に乗車姿勢を取った時に非常にこうストレスにならない、非常にいいカットをしてます。でこの素材の硬さもそんなにふにゃふにゃ感がないんですよね。すごい柔らかすぎるということがないので、着やすいなと思います。最後に、価格設定、他社に比べてちょっと安いです。それがここのやはり人気があるところの一つでもあると思います。長袖のジャケット、あとはベストと2種類あります。女性用というのもあるので、結構きめ細やかな対応してます。ウィンドブレーカーの使い方というのは、普段ずっと着るもんじゃなくて、その場その場のシチュエーションに合わせて脱いだり着たりするというものなんです。これからの季節には非常に役立つアイテムだと思います。今回紹介したウィンドブレーカーですが、先日まで行われていた、ベルタエスパーニャで総合優勝したコンタドール選手が山岳の下りで使用してました。プロ実証済みの機能性です。こちらの商品、神宮店、立川店で取り扱っております。現在在庫が少量ですが、また入荷しますので予約受付中となります。鳴島フレンドの鈴木純でした。それではまた来週。